あ、こまとたでござ杉い野ます。さんがは見い。に行ったアートを紹介してくださるそうです。よはろい。しくおというこ願とでいし雑談会。ます。最近雑談会がなんかちゃんと企画したものになってきてるけど。杉野さんがすごいやる気が出てきて、こうな、私はもう涙が出るほど嬉しくて、もうこの番組やってきてよかった。それがまず第一に、杉野さんがこんなに積極的に番組を作ろうと考えてくださることが、どんなに嬉しいことか。まあ、アート百科の影響がどうかはどうかわかんないけどね。まあでも半分ぐらいはあるかな、多分ね。はい。で、今回行ってきたのは、ここですね。京都花鳥館っていうところです。ここに名前書いてますけど。このマイセンって私好きなんですよ。そうでしょ。カールさん結構詳しいでしょ、マイセン。詳しいっ詳してくいうはかない。ね、1個だけ持ってるんですよね、マイセン。カップだっけ？カップで持ってるんですよ。でさ、最初は何がいいのか分かんなかったのよ。だからさ、ここ見に行きたいなってちょっと思ったことあるんだけど、あ、こすごこ？いいいところがあるね、京都花鳥館って言って、日本画と、マイセンが見れる、そういうところなんですね。そうね、私立というかね、財団が作った、そう、美術館、まあ、私立美術館っていうのかな。個人の持っ個てる、人その、と、個こういう、人の。そうね、個人、一応財団法人ではあるけども、まあ、個人が作った。どこの財団なんですか？何財団っていう、調べたけどね、わかんなかった。あんまり表に名は出前載っててなくて、そう。財団化できましたっていうのはホームページに書いてあったんだけど、何財団かって書いてなくて。オーナーの名前も書いてない。なんか、伏せてんのかなって思いながら。まあ、大体こういうの作るっていうのはね、税金対策だったりするから。まあ、ね、きっと。だ税から金ほら、対策。大体遺産相続が起きるわけですよ。その大コレクターのが亡くなった時に、この残されたものっていうのは大変な、一応さ、これさ、ね、動産なんですよ、これ。コレクターの残したものって。不動産っていうのは土地とか、ほら、動かせないもの。この動かせるものって動産っていうんですが、これね、調べに来るんですよ、税務署が。どのぐらいのものが残されましたかって。でまあさ、それを相続税がかかっちゃうわけですよ、そこで。そうね、その時価でね、かかっちゃうんそだうなね。んですよ。それでね、仕方がないので、これは公共でみんなで、皆さんで見てもらうためのものですっていうふうにすると、確かに相続税かかんないんですよ。そう、財団法人になると、そう、国から認められた財団法人になると、なんか、そう、税金かからないんですよね。そうなんで、まあ、こう建物建てるの大変なので、ない場合には国のね、美術館とか、そこの土地のね、美術館に寄贈したりするんですよ、結局。そうすることで、このね、税金が、まあ、取られないっていうこともあるし、だ多分そこ、これが財団になったってことは、それで認められて、まあ、次の代の人が、まあ、ちょっと安心して、そのね、先代が持ってたものを、皆さんと一緒にこうさ大事にできるっていうことでこう、公開するんでしょうね。そうだと思うよね。まあ、裏事情はそうなのかもね。もしかしたらね。ちなみに、日本で一番古い財団法人は何か知ってますか？知りません。これね、僕ね、今日たまたま調べて、わってなったんだけど、石橋財団です。すごい。やっぱりすごいね。やっぱりすごいんです、石橋財団。ここにピコーンってまたちょっとサムネイル出しとこうかなと思うけど。すごいよ石橋財ね。団の解説をしている動画があるので、これぜひ本当に、あんまり再生されてないからね、ちょっと悲しいんだけど、ぜひ見てほしいんですけど。しばし正次郎、やっぱりや何ばい。も人間じゃないよね。おやばい。アーティゾン美術館をね、作ってるとこですけども、石橋財団というと。で、恐る東べ京、し。ね、国立近代美術館もね、作った。作った人。作った人。建物を作ってあげた人って、作ってくださった人ですね。いやー、つくづく偉大だなと思いましたが。ああ。まあ、そんな、ちょっとした余談も入りつつ。まあ、これ、京都のね、太秦にあるんですよ、実は。太秦じゃない、ごめんなさい。嵐山のちょっと手前にあるの。で、若干不便なとこにあって、駅からちょっと10分、15分ぐらい歩かないといけないんですが、こじんまりした住宅街の中にあるの、これ、しかも。そう、公園だから僕はテクテクと。行ってきて、もう一個、
相模の美術大学っていうのが、うん、ありますね、はい、あってそこのこれは写真撮れなかったから僕はあれなんですけど扇貿易扇の展示会をやってて、うん、貿易扇って何かっていうと、まあ、明治とかの時に、うんまあ、外国の人に人気の日本画じゃないなんか絵を描いた扇本当に普通に扇子っていうのかな扇があって、うん、それをまあ売買してたっていうのがあって、うん、でそれの記録と、まあ、実際どんなものを売買してたかっていうのを展示されてるのがあって、うん、それも見てきたんですが、うんはい、そっちはねなんていうのか歴史的価値はすごい高いんだけど、うん、扇自体はね、うん、なんか二流のデザイナーが描いたかなっていう感じの、うん、なんかありがちなんかあの外国向けはさちょっとそうそうねもう芸者さえ富士山さえ書いてあればいいみたいな。なんかそう明治時代でもね絵は大したことなかった。うん。だから物としての価値は高いけど。うん。絵が芸術性が高いとかはないかなっていう感じだったね。なるほどね。はい。はい、ということで、はい、話を戻すと、ねはい、これはだから。なんて駅だったかな。だから嵐山の手前に松尾大社だったかなっていう駅があって、うん、まあ本当に大社があるんですけど、松尾大社と、はい、そこから歩いていけるところですと。はい。はい、で、まあ、舞線から最初出てくるんですが、はい。はい、こんなのがあります。うわー、すごいね。このデコラティブなロココ調というかさ、そうなんです、あるよねこういう世界ね。そうゴリゴリの、はい、これからどんどん出しますが、はい、なかなかの装飾美があって、僕はこっちの方が好きなんだけどね動物がいっぱいあって、ああるね、かわいいのここあるのあるの、こういうね動物作ったマイセンの陶器、そうあるのよ。僕一回ロイヤルコペンハーゲンのね、うん、フクロウがめちゃくちゃ欲しくなったことはあったけど、なんでそれそのきっかけはなんで欲しいと思ったの？あ、見に行ったから。あの、うん、大阪のね西、今あんのかな、今なくなっちゃったかもしれないけど、うん、西梅田に、うん、あのハービスエントってところがあって、うん、ちょっとしたあ東京でいうところの銀座とか表参道的な場所があって、はいはい、でそこにロイヤルコペンハーゲンのお店があって、はい、何回か見に行ったことがあったんですけど、うん、そう、あのフクロウ、フクロウだったかな、わしだったかな、多分フクロウだった気がするんだけど、そう、なんかすごい吸い込まれるようなあの佇まいをしていて、しばらくじっと見ちゃった。ブルーの、そう、ブルーの、そうそう、ロイヤルコペンハーゲンはね、あの白と青のすごくシンプルなものばっかり作ってますが、うん、そうそう。たまたま置いてあって、なんか見入っちゃったとこがあります。お皿とかね、クリスマスのシーズンとかの、うん、なんかあるんだよね、お皿に絵皿がこう、ああそうそうそう、毎年違ってそれはあの集めてる人とかいるのよね、うん、あれはあれでねすごいおしゃれだからね本当に、うん、そうで、ちょっと拡大したやつがこんな感じです。すごいよねこの動物のりあのね、うん、これドイツね、ドイツ前線で、うん、ドイツ人の感覚ってこんな感じなんですよ本当あのさ、デューラーってほら作家を紹介したことあって、うん、デューラーのウサギとかね紹介したでしょ、ウサギの絵とか、やばいね、こうなんかあのさ、もうヨーロッパの中ではドイツってさそういう感じなんですよなんていうか木こりとかさ漁師とかさ、そういうイメージあるんですよ、あの動物に囲まれてるっていうさ、あのグリム童話の世界というか、そう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 、白いアンデルセンの世界とか、うん、そうそうそう、あの赤ずきんちゃんとかに出てくるじゃない、うん、漁師が鉄砲持った、うん、ああいうさ人たちがドイツ人だっていうイメージがあってそういう人たちが作るものってやっぱこういう動物にね囲まれてるから動物作るのが上手みたいなさ、そういうイメージあるので、それは表現ね主義の時にでそういう、動物がいっぱい出てくるようになったよって言ったじゃない、それがまた出てきたわけよね、あの時にあの一時期抑えられイタリア風とかフランス風のあのに押されてさ、それに出しちゃいけないのかなってドイツ人思ったんだけど、やっぱりあの表現主義でさバーンって抑えたるものが出てくるっていうかさ、そういうとこ本当にドイツなんですよこれがでドイツに行くとさこういうお土産屋もさいっ
ぱいあるのよ、昔はあったのよ。今もう洗練されてこういうの出さなくなっちゃったんだけど、日本でいうさこけしみたいなものなのよ、ドイツにおける、はい、なんかほら日本でもさ、あの日本人のこけしってさ、なんか今見るとさ、あなんかあるけどさ、こうなんか古臭い問題ってあるじゃない。こうドイツ人の今の感覚からするとさ、これってああるよね、ドイツの昔こういうものあったんだけど古臭いよねみたいなあるのよこれ。でもさ、その古臭いのがこう逆転するとさ、すごくいいもの見えてきちゃうっていうね、うん、そうね、浮世絵がすごくいいものに見えてくるのと同じなのよ、なんか、うん、まあ、時代がね超えてしまえばね。そうなんですよ、逆転する時あるんですよこれが。そう、うん、ちゃんと一眼レフで撮ったので割と綺麗でしょ。すごいね、よく、うん、これよく撮らせてくれたよね。あ、全然ここはね、内線は自由にいくらでも撮ってくださいってところ。いやさ、状態いいよね、こんな花びらのこんなさ薄いのさ、磁器で作ってるんでしょこれ。そうよ、これ全部焼き物。すごい、ただよく割れなかったよね。そう、焼いた時にね、それもそこから運んで日本に渡ってくる間だって大変じゃない。あ、確かに確かに。で持っててさ割れることなんかいくらでもありそうじゃない、子供がさ、うん、騒いだとかさ、うん、よくこれ割れずにここまで来たよね。そうね、いやこれも細かいんだよこれ、よく見たすごいねこれね、僕もだからちょっとうなりながら見てる、すっげーって言ってこれ作ったのって思いながら見てたよ。あーすごいわかるな。これもさ、この、ま、表情もそうだけどさ、この色もさ、うんうん、こんな綺麗な色出せるよなと思ってさ。そうだよね、これさ、だってさ、なんかほら火でね、火を当てたらさ、絵の具がこう流れ落ちちゃいそうな感じするじゃない、なんかイメージとして。そうそう、それがこう付着したまま落ちて他を汚さないっていうことなんだよね。いや、なんなら普通にキャンバスに描いたぐらいのさ鮮やかさでさ、うん、描いてあるわけじゃないかって。すごいよね、色もやっぱ時期って色が変わんないんだね。そう、このキリンもさすごいね、めちゃくちゃすごいわ、ほんとすごい。でもこれ次行くんだけど、次こんなのもある、うん、これは当番かなんかに絵を描いてそれ焼いてある。そうそうそう、プレート、うん、壁にね飾ってあったんだけど、これちなみに拡大したものはこれになります。すごいね、ま、絵の力量も必要だし、そうそうそう、センスとか何のためのものなんだろういや飾るんでしょ絵画の代わりでしょ多分これは。あすごいね、重いから壁にかけとくっていうのも大変だよね。うん、よく割れずにこんなさ、すごい金かなんか使ってじゃない、この王冠のところも、ね、多分ね、うんうん、そうだね、前線って金なんかも使ってるからすごいゴージャスで、デコラティブなのよね、すごい装飾的なの、うん、電子レンジ使えないな、うん、そうです、まあこんなのもありまして、次お皿、こんなの、ロココ調だね。そうこれさ、ドイツ人の中のフランスのロココの宮殿へのさ、うん、憧れみたいなさね、なんかそういう宮殿文化のさ、なんかそういう宮廷の文化をこう書けば絶対に高いね、高い値で高貴な人が買ってくれるっていう意識で作ったものじゃないこれね。でこれレースなんでしょこれね。そう、このレース編みのこの焼き物はすっごい高いんだよ今だって。今もあるんだけど、こういう文化が残ってるけど。いやこれも作りめちゃくちゃ細かいからね、すごいよね。一個一個交差してるところにさ、これ、まあ、拡大しないとちょっとよく見えないけど、この交差してるところにさらに花、うん、ちっこい花が書いてあるから、ね、これただの点じゃなくて、この青一個一個がねちょっとした花なんだよ、ちっこい。これすごいね、すごいよ。そしてほら金がね、この朱色に金のこういうさね、描かれていて、でもね、マイセンっていうのはね、うん、
私の記憶違いでなければ、はい、日本の九谷焼から影響を受けてるんだよ、確か。ああ、マイゼンね、新しいんだよね。調べてみたら、確か。まだ、18世紀か17世紀にできたやつなんだよね。そうなのよ。その、いい、ドイツの、東ドイツに向か、あの、学生の時に旅行したことあるんだけど、ビッテンブルクとかそういうところに行った時に、もうその、そこの地域の宮殿が持ってたその文物の博物館があって、そこ見に行ったら日本の焼き物ばっかり並んでるわ。こういう金を使った朱色とかの黒とかで金が施されてる磁器よ。ね？それをいっぱい集めた王様がいて。で、どうも、そこからマイセンっていうのが、こういうものが世の中にあるんだっていうんで、その技術を学びたいっていうんで、すごい研究して作ったっていう話を聞いたことあるよ、私は。まあ、これ、調べてみないと分かるんじゃ。今はさ、急に話したことだから、まあ、間違い確かもにね、多少ある。日本の方が先なのよ。そうそう、日本の方がね、だいぶ古い、焼き物の歴史は。日そ本うとなの。中国の方がだいぶ古いんですよね、そうなのよ。歴史って。ヨーロッパは割と最近なんです。ね、この赤い色ってほら、柿右衛門の赤っていうぐらいだから、その赤を出すっていうの、焼き物で、これが大変なのよ。柿右衛門の絵もあったよ、確か。そう。柿右衛門の皿も今回ちょっと入れなかったけど。ああ、その柿右衛門の赤絵っていうさ、その世界がすごい、鑑定団とかですごいさ、値段がつくやつなのよ。うん。相当なコレクションなんだと思うよな。うん。もう一個見せときますが、こんなはい。の。本当はこれ、他にも5枚ぐらいあって、一応全部撮ってるんですが、まあ、全部並べるの大変だったので、これぐらいで。綺麗なね、ワインカラーでね、これはね。あと、ここがね、黒いやつもあったよ。真っある黒。ある。そうなの、真っそ黒に金はやっぱりかっこいいよね。う。そう、九谷焼はね、その黒に金とかね、そういうのあるの。そうなんだ。で、これがね、今見せたところ、ここね、階段に飾ってあるの、この絵。この絵というか、このお皿はね。で、階段上がると2階もあって、2階がこんな感じになってます。ここ、ステンドグラスになってる。しかも この建物がね、むちゃくちゃおしゃれなの。ああ、素敵だね。こういうとこで見れるなんてね。そう。なんかもうすっごいのあるね、こういう。なんだろう、この壺っていうのか。で、こんなのがあるんですうよ。わー、すっごいね、これ、アジサイ？え？アジサイじゃない、アジサイ。アジサイの花じゃない、こアジれ。サイなのかな？どうなんだろうね。さ、これ、この鳥、何この鳥。こんな風になってます。すごいね。ちゃんとアップで撮ってます。すごいね、この装飾性が。そう、これすごいでしょ、これ。よくこんなんずっと作ったなっていう、どんだけ手間暇かかってんのって感じ。すごいな、もうなんかさ、なんていうかさ、しつこい世界ね。そう、ちょっとくどいけどね、もうここまでいくと。もうこれでもか、これでもかっていう世界ね。もっとくどいの見せてあげようか。こんなのうわ、すごいね。何このつぶつぶの花は。これはね、もうお腹いっぱいって感じ。いや、でもこれさ、結構書いてあるのよ、全部これ。一緒に作れた人はもうさ、やったとか思ったんだろうね。なんかやったぞとか思ったんだろうね。これでもさ、いや、書くだけ書いてさ、焼くときめちゃくちゃ緊張するだろうね。いや、これさ、失敗したらどうしようみたいな。そうそうそう、こんだけ手間暇かけて書いたものがさ、焼いた後さ、ひび割れてたらどうしようとかさ。もうさ、だもう何個も作ってさ、だからもうさ、1個じゃないよね、きっとね。何個も作ってさ、試作して失敗したりね。ね、大きな工房があって、多分みんなで作ってたんだろうね、このね。そうだね。それで何個か作った中で、いや、たった1個だけできたとかさ、そういうんでさ、すごい価値があるとか。そうだね。からこんなのさ、壊す、割らしちゃいけないみたいな。
そうそうそう。世界だよね。そうそうそう。もう飾っとくのも怖いぐらいの世界だよ、これ。そうだね。よくそれをか、うん、変えたね、日本人がね、これね。そう。日本なんかね、地震来たら一発だからね、こんなんね。よくね、これ残ってるよね。素晴らしいコレクションだったと思うよ。すごただ同時に思ったのは、ーい。うん。あと、やっぱりヨーロッパ人だなって思ったのは、やっぱり余白がないんだね。いや、あのね、中国人もそういう作品があるのよ。大体ね、元をたどればね、元はね、中国なのよ、これ、こういう世界。あ、こういう埋め尽くす世界。埋め尽くす。これね、空間恐怖症っていうのよね。ああ、恐怖症なんだ。空間があったらね、もう、埋めなんたか、く。もやもやするっていう民族性なの。ああ、なるほど。で、それにすっごい圧倒されてさ、ドイツ人がきっとね、まあ、そういうものが日本にも伝わったけど、日本人はこうちょっと苦手な人多いと思うよ、これね。そうすなごの。いとは思うんだけど。多いけど、やっぱね、くどいのよ。お腹いっぱいになるのよ。でね、韓国もね、ダメなの、こういうの。韓国にも、なんかね、もうね、韓国はね、中国嫌いなの、もう昔からも侵略されそうになってさ、侵略もう嫌がらせを受けてる。抵抗してきたから、こういう文化もね、もう嫌なの、なんか、見るのも嫌ならしいのよ。だから、すっごいあっさりした焼き物が多いわけよ、韓国は。で、日本人もね、どちらかっていうと、その感覚に近いのね。だけどさ、それをさ、ヨーロッパのさ、こうさ、こうヨーロッパにの文化に飽き飽きしてる人が見たら、もうなんかね、きっとすごいと思ったんだよね。で、日本の中でも九州の方に行くとね、こういうのがさ、すごくさ、愛されてるわけ。で、九州ってさ、すごい、まださ、私たちの知らないさ、世界があるんだけど、最近 YouTube でさ、見てびっくりしたんだけど、その福岡の方かな、北九州の方で、成人式ですごいド派手な衣装を貸し衣装屋やってる人がいて、長い間さ、そのすごいヤンキーな人が成人式に着る服だったからね、すっごいみんな街からさ、嫌がられてたんだけど、それがアメリカ人の目に留まって、すっごいド派手な花魁みたいな姿とかさ、すごいさ、なんていうのかな、昔の、織田信長とかのさ、金奇箔の。抜なね、奇抜な格好みたいなものが、そのヤンキーの人気で、この背中に竜とか、それをアメリカでファッションショーやってもらいたいって言われて、その貸衣装屋が全部さ、成人式の衣装持ってって発表したのよ。すっごい大人気で、今やね、その市の市長さんがもう逆にこれを推奨していて、みんなでその世界に向けて発信しようってなって、その貸衣装がすごいことになってて、その世界がこういうすごい装飾性なんですよ。だから九州にはまだ残ってる。なるほどね。ちょっとうん、ケバケバしいね。要するそうに。そう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 なんです。ものすごい、なんかいろんなものを詰め込んだやつね。そうそうそう、いっぱい装飾するの、それも。なんていうのか、背中にいっぱい背負ってるみたいな。あ、小林幸子的なね。そうです、紅そうです、そう白ので小林す。幸子の衣装みたいな。そう。だから、まだ一部のね、とこには残ってるわけよ、こういうものが日本人の文化の中に。うん。意外と外国人は好きだっていうね。そうなんです。で、だから、南の、関西よりも南の方に日本の場合は、結構そういう文化がまだ息づいているというか。ああ、面白いね。面白いでしょ。そう。うん。これ本当、この時は本当一眼レフ持っててよかったと思って。で、こんなのもあります。かわいい。いいああ、問題です。そうなんですよ。マイセンの東洋風な絵を描くと、またヨーロッパ人が、なんかこう、全然違って、こう、ほら、東洋の自然のね、描写っていうものを、ほら、ドラッカーコレクションからも分かるように、すごくこう憧れなんですよね、ヨーロッパ人からすると。で、こうなるとやっぱり余白ができてくる、ね、ちゃんとね。で、それがまた魅力なんですよね、きっとね。そうそうそう。そうだないね。いなっていうね。
余白があるのもいいなっていう。そうだ、空間恐怖症のああいうシリーズとは別にこう空白もあるシリーズを出すとまた、ああまたこれはこれでいいって言って買うっていう世界なんだね。そうそうそう、やっぱ押してダメなら引いてみろみたいな感じでね。ああ。両極に振るとやっぱり魅力がよく伝わるうん。感じだね。いい例だね。これはまあ他にもいっぱい撮ったんですが、まああんまりいっぱいあってもあれだろうということで、ね、大々的に一応これぐらい取り上げました。で、これね、2階行って、2階の、まあ、左っていうのかな、まあ、片方が枚線コーナーになってて、もう片方が、ね、日本画コーナーになって。って言ってもね、1人だけなんですよ。誰かっていうと、カードさんは多分知ってるんじゃないかなと思うんだけど、上村淳さああ、はい。これね、なぜこれが組み合わさってるかっていうと、この上村淳さんっていうのは、上村松園さんの、松園っていう女性の女流画家でもさ、国宝になってるような大家なんですが、その、孫じゃないかな、確か。なんか、そう、血を引いてるんですね、その家系のね。そしてね、この、まあ、代々日本画家を輩出してるので、日本画にはさ、必ず鳥が出てくるじゃない。で、この鳥をね、やっぱり常に生活の一部として大事にしてきたその家系だったので、この上村淳さんはね、すごいもう鳥の動物園、なんていうのかな、なんか家で飼ってるらしいね、めちゃくち飼っゃ。てるんです。すっごいいろんな種類の鳥を飼ってるんですよ。で、それを見ながら描くから、やっぱりリアリティがあるし、他の人に描けない世界があるんですよね。いや、確かになんか家に飾りたい絵だなって思いながらずっと見てた。そうね、かわいい。インテン系なんですけど、やっぱこの鳥って言ったらもう上村淳さんなんですよ。そうなんです。鳥の絵ばっかりだったね。で、かなり大量に持ってるみたいよ、ここ。そうなんですよね。ここのコレクションここのコレクションの館がね、課長が。で、秋冬と春夏でなんか作品交換してるみたいに言ってた。展示してる作品変えてるんですって言ってました。すごいね。これは著作権があるので、検索画面を 切り取って貼り付けてるわけですけど、一応参考までにこんな絵描いてる人ですよってことで。なんだよね。すごい大家なんですよ、上村淳。もう亡くなったんでしょ。まだね、多分ギリギリ生きてそるうと。なんだ。ご存命ですか。すごいね。日どっ本か画の家。学長やってるって書いてあった気がする。確か、どっか明治大学の。いろんなところをね、学長されてる方ですけど。そうそう、すごいんですよ、とにかく。上村松園からすごいんだけどね。もうやっぱり日本のね、日本画家って長生きだから、3代続いててね、もうとにかくすごい家系ですよ、ここは。いや、それ続けるのも大変なんだろうなと思いながらね。よくね、続いてるよね、家系がね、ずっとね。そう、家庭で続ける、ね、なかなか時代錯誤だからさ、家で継ぐっていうやり方自体が。すごいよね。そう。だからこそこう安心してこう作れるさ場があるし、そう買ってくれるね人がいいるんだ、て、コレそうクなター。のよ、やっぱ応援してこうやって集めてくれるから成り立ってる世界なんだよね。すインごターいネットでたくさん売ってましたけどね、この上村淳さんの。ね。そうなんだ。まあ、これはちょっと作品紹介できないので、ここで終わります。でですね、この京都花鳥館には別館があってね、実は。さっきの写真で見せた、一回戻りますが、これがですね、まあ、ある種本館というか、一番メインの小さめの作品が置いてあるところで、今度はね、大きい作品置いてある別館があるんですよ。すぐ正面っていうのが、まあ斜め正面にあって。それを軽く紹介、本当に軽くですけどね、紹介したいなと思うんですが、こんなのが、あ、これじゃない、こっちか。いや、こんな作品もあります。日本にあるよ、昔からえへ。ね、ある。なんて、高村光太郎のお父さんのね、猿とかさ、の絵は、彫刻って多分ね、美術の教科書とかに出てくるんだけどさ、その昔のその
こういう仏師っていうか彫刻師って木造ね、木の木をさ彫るさ職人の技ってすごいんだよね、日本って。すごいのよ、すごいね、これかわいいのよ、ほらすっごいかわいいなと思って撮ったんだけど、これとかさ、こんなんとかさ、これそうなんだ美しいよね、でもこれ本当にね、よくこんなん作れるなっていう。はあ、はい、僕は鳥好きなんで、こうやって鳥に見入っちゃうんですよ。よくね、作ってあるもんだ。だから鳥に特化してるのかな、ここは。鳥が、うん、そうだ、花鳥館っていうぐらいだから。ああ、そっか。あの花と鳥がね、やっぱりだあのテーマというか、まあ好きみたいな、この集めてるコレクターの方が。そういうあれ、うん、集め方をされてるね。で他にもね、こんなでっかい作品、これ結構でっかい。すごいね、これはさ、自然に天然にこういう木があって、それを利用してクジャクを掘ったっていうあれなんだ。そう、すごいよねこの木ね。昔あるよねこういう木さ、あの玄関にさ飾る家、はいはい、あったのよ昔は。あった、あったね。木目の木輪がめっちゃ綺麗なやつをさ、ピラピラってなんか立てて置いてた昔、うちも。あるよね、そういうね私の父親も好きでさ、木目が好きなさ世代なのよね昔のです。そういうさ一生懸命自分で磨いてた、なんか、うーん。でもまあこれを美しいなって思う感覚はすごい大事だと思うよね、うん、でこれはさ、うん、ちょっとさ捨てられないっていうかさ、うん、大事にしなきゃいけないものだと思うんだよね、このもまず木のさ形がのね、木が出てきて、それをさなんとかしてこの美術品にしようっていう気持ちを、うん、まあ気持ちにさせるんでしょうねきっとね、この木がね。そうだろうね。それで出来上がったのがクジャクだったわけだよね。なんかすごい世界だよね、これね。中国にもあるんだよね、そういう世界が、うん、中国の中に出てくるのよ、なんかこの皇帝にね、うん、こう素晴らしいものが出てきましたってさ、贈り物があるわけよ。そうするとさ、もう誰がどう見てもこれは人間が作ったも、あのなんていうか、こう自然のものとは思えない、神が作ったものとしか思えないっていう自然にこういうのが出てきましたっていうさ、石とかこういう木ね、うんうん、そういうのさすごいなんかめでるらしいのよ、そのほら、うんうんうん、偶然できたものだから人間が作ったわけじゃない、うんうん、でさここに何かがありそうに見えるみたいなのをすごいなんか、なんかの兆しだみたいな、なんかほらえいいことが起きる兆しだこれはみたいな感じに思うらしくて、そういうのなんかね出てくるのよ、よく中国の時代劇とかにドラマにも、うん、あ日本にもそれあるのよね、その流れが。はい、まあ、次も似たような感じなんです、こんなんですね。はあ、木を掘った木を掘った壺なんだけど、この木目が非常に綺麗で、この穴このへこみとかがさ、もう、うん、なんか味が出てるよねこれね。まあ今の言葉で言えば自然と人間のコラボレーションっていうテーマですよね。そうね、確かにそうかもしれない。うん、よく作ったなって感じだけど、これもすごい工芸の技が、すごい木目が出てるよね、この木のね天然の模様がね。そうそうそう、うん、多分これ硬い木だと思うよ、こういう木目の出方。要するにその割とぐちゃぐちゃっとした木目じゃない、要するに綺麗な年輪とかじゃなくて、うんうん、こういう木って硬いんだよ、めちゃくちゃ。なんか多分持つんだろうね、栗の木みたいな感じ。あのね、カイヨワっていうさ、多分詩人なのか哲学者なのかな、カイヨワって知ってる？はい、わかんない。その人の本でさ、石の本があるんだけど、うん、ヨーロッパにもあるみたい。ヨーロッパでもすごい絵としか思えないような柄の石が出てきたとかね。あ、はいはい。うん、その石をね集めた本があってね、持ってるんだけど。もう見てると、おお、すごい人間の顔に見えるとかさ、はいはい、そういう石の柄でね、この大理石とか、うん、こうさ、いろんな模様が見えるらしいのよ。で、すごいやっぱりさ、こ
これはちょっと普通のただものではないっていうものが出てくると、やっぱりそれ珍重されて綺麗にさ、この整えて美術品としてこうやっぱり、うん、プレゼントされたり買ったり売ったりってことがあったみたい、ヨーロッパでも。だから世界的にやっぱりこうある、なんていうのかしら、あのほら月にさ、基地が見えるとか あのそういう写真があるじゃない、なんか、ね、あれと同じでさ、そうとしか思えない模様っていうさ、あの作ったわけじゃないけど人間が作ったとしか思えない模様がこの石からとか木とかからこう出てくるっていうものを、昔の人はすごいこう不思議に思って大事にしたんでしょうね、きっとね。そうだね、そう。まあ、これは後から作ったんでしょ、別にこのまま出てきたわけじゃないんでしょ、これはね。多分ね、いや、わかんないけどね。その詳細はわかる、そのプロわ セスかがんない。知らないからわかんないけど、はい。ああ。で、今回最後、一応これね。こういう和す紙。ごい、何、わし。和紙かな。掘った、木をこれ掘っ掘ってて。んのかな、これ何だったかな、ちょっとわかんないんだけど、でもまあ、技がやたら細かいなと思って、拡大のやつも載っけましあ、あた。るよね、昔からこの和紙とか高野さん、置物ね。あるよ。あるよ。熊の顔の掘ったやつと似あ、たあるね。あれもね、いつの間にかね、実家にあったけど、いつの間にかどっかなくなってたけどさ。あちもありました。はい。れね、たまにヤフオクとかで、メルカリとかで売ってる。で、まだ作ってるのかな、北海道の方で。んのかな、わかんないけどね。今度は外国人が買ってんのかもしれないけど。ああ。はい。すごいね、これね、このリアル。で、さっきの上村敦さんの作品も、この別館にはね、地下があって、2階がない代わりに地下があって、地下に、もうちょっと大きな上村さんの作品が飾られてました。大きめの。ということで、すごい場所でした。衝撃だった。こんな住宅街の真ん中に、こんなもん建てちゃったんだと思って。そうなんちなだ。みに中庭とかあるんだよ、ここに。すごい綺麗。こじんまりしたね、すごいちっこい中庭があるんだけど、建物の中自体がね、めちゃくちゃ綺麗にできてて、しかも建物こじんまりしてるのにエレベーターついてるの、ちゃんと。だから少し不自由でも見に行けるし、そう。ぜひね、もし機会があれば、嵐山の、渡月橋行くより全然こっち行った方が個人的にはいいと思うので、もう今や嵐山はね、もうね、完全に観光地化してしまっすごいんて、でしょ？なんかもう京ひ都どはい。外国人だらけなんだよね、今ね。もう長年こっちの方に住んでる僕から言わせると、もうひどいです。あ、そう。昔から大概だったけど、もう今、ものすごくひどいことになってるので、もう最近のお店ばっかりできちゃって、もうなんか、その京都の良さを感じるどころの話ではなくなっちゃってるので。そんなとこに行くぐらいなら、ぜひこっちにちょっと手前の駅で降りて、ふらっと歩いて行ってもらったらいいかなと思います。はい。はい。というこどうもとありで、が今とうご回ざいは、ました。ありがとうございました。日野さんのアート、なんだろう、巡り 報告でした。これからも続けていきたいと思いまはす。い、ありがとうございました。去年かな、見に、東京国立近代美術館見に行ったときに、日本画のコーナーね、ここ大事な話なんだけどさ、ありがとうございましたとか言ってたけど、付け足しであれなんだけどさ、日本画のあるさ、回があるんだよね。4階とか3階とかに。4階ぐらいかな。で、そこにこう、ふーっと見てたらさ、作品がないところがあったわけよ。すっかり。あれ？なんか、いつもあるものがないなと思って、ショーケースの、ウィンドウ、ショーケースの中なんだけど、なんか何もなくなっちゃったらどうしたんだろうなって、いつもだったらここに屏風絵かなんかあるのになと思って、ふっと見たら、百合の花がさ、ポツンとかかってるわけよ、壁に。一本。なんだろう、この百合はと思ったわけ。どう見ても、
増加ではないわけよ。よーく見たら木でできてるわけよ、その百合が。おお。色がついてるわけ、白く。掘ってあんの？どういう掘っこと？てある。どうもこれは木彫だよとか思って。細い茎とさ、薄い花びらはみんな木でできてるわけよ。すっごいなと思って降りてきたわけ。それでこうさ、知り合いの学芸員の人にさ、挨拶していろいろ話してたわけ、全然雑談で。で、今回もね、たくさんいろいろ見たけど、なんか、日本画のあそこ、なんかいつもあるもんないですよねみたいな話したわけよ。なんかその代わりに、すごい百合があって、あれな、明治期のなんかリアリズムですかって言ったら、明治ってさ、ね、さっきも紹介したみたいに、ああいう鷹とかね、高村光太郎のさ、高村光雲とかっていうお父さんが作った猿とかさ、すっごいリアルに描く、彫刻でこう作る世界があるわけよ、木彫で。だから、あ、明治期の作家の百合なんですかって言ったら、違うのよとか言って、あれ現代作家の作品なのとか言ってさ、もうね、いつもだったら現代作家は2階とかね、なのよ、あの場所が。もう決まった場所でそこで発表するようになってるんだけど、発表っていうか所蔵されるものそこで展示って決まってるんだけれども、その今回だけはどうしてもその日本画とのコラボレーションを作家が学芸員がね、担当の学芸員が希望して、ああなっちゃったのよって、本当はね、あっちゃいけないことなんだけどっていう話だったの、その時。でね、だから、ああいうね、リアリズムがまたね、現代アートに出てきてるわけ。で、杉野さんのこの感覚っていうかさ、ね、この若い人のさ、あれを、昔の古い、ああいうリアルなさ、動物の彫刻、すごいんじゃない？とか思うじゃないですか。ね、思ったわけでしょ？その感覚ってね、今の現代アートの作家にもあるわけよ。だから。受け継ごうって、受け継がなくなっちゃったけど、途中で、その他のね、ポップアートとかさ、日本じゃないところからのさ、こうね、いろんな表現主義とかが邪魔して、こういうの出しちゃいけないのかなって、日本人は思いになっちゃったわけよ、一時期。でも、またそれがさ、そういうのは、なんかこう、またそういう固定概念に毒されてるだけだって気がつくと、あ、もっと日本人のもともとのそういう感覚大事にしようっていう作家出てくるのよ。それなのよ、だから。本当。だから遠いようでね、実はすごいね、重要だったりするわけ。昔のものも。そうね、そう。何気に、そう、だから温故知新だよ、本当に。そうそう。で、またこういうものが復活するかもリしバイれバルなすいるんよだよ。ね。そう、リバイバルするんだよね。そうなのよ。復興するのよ。まあ、そんなこともあるという。付け足しの余談でした。はい。ありがとうございました。